ちょっと前が言われてるいわゆる中国のサイレントインベージョンってやつですね。あれが、はい、ちょっと今アップデート日本どうなってんだっていうのをちょっとお話したいなというふうに思ってるんですよ、うんうん。今日本の新聞の輪転機って僕印刷するやつ、はい、それがほとんどまあ一つのメーカーがやってるんですよね。あ、機械が、はい、東京機械ってとこがほとんどやってまして、でこれ3500万部前そこがやってるんですよ、はいはい、吸ってるんですよね、はい、で全国紙全部もうそこをやってて、うん、で、まあ、メディアとかいろんなところがまあそこに頼ってるわけですよ、うん、でそこを中国の企業が買収しようとしたんですよ、はい、去年、うん、株を買い漁っていて、はい、出版社側と新聞社側とか皆さんがそれ気づいて、はい、まずいと、はいはい、っていうんで対抗策 を、うん、をやりましょうということで買収されないように、うん、でいろいろやったわけですよ。やったら今度はその中国系の企業側から訴えられてきたんですよ。はなんでその対こう不公平じゃないかと、うんうん、何で対抗策やってんだよと、うん、いうことで訴えられて、これ裁判やってたんですと、で最高裁まで行ったんですよ、で最終的に、今年6月に、うん、最高裁は、うん、日本の企業側に言い分があると、うん、いうことで対抗策やるのは何の問題もありませんということ で、うん、でそこでちょっと和解というか、まあ、話し合いになって、うん、その彼らその中国の企業が持っていたこれね、うん、アジア開発キャピタ ル、キャピタルと、うん、を読売新聞とか、うん、いろいろそういうところに、まあ、体力があるところにこう、うん、売るということで今なんとなくこう、へ、ね、下手したらですよ、日本の新聞を、はいね、全国紙全部吸ってるような、はい、会社が中国の資本に入って、うん、ってなるとですよ、うん、何が考えられるかというと有事が起きた時に止めますよね、はい、新聞っていうパターンありますね。まずそうそう情報が回らない、今オンラインありますけど、まあ、新聞回らない動かなくなるとか可能性ありますよね。でさらには当然入稿してくるんでデータがどんどん入ってきますよね、はいはいはい、ということは新聞になる前に何をやってるかも分かる、うん、でさらに言うとその新聞社の人たちのとやり取りが企業に当然あるので深く、うん、そことの関係者の人たちの、うん、もう何なら名簿とか、はい、社員の人とか何もかも入ってる、そこから入ってこられます新聞社なんかも全部、可能性があるんで日本の情報インフラの、まあ、その根底にある、はい、いわゆるそういうところが、まあ、奪われそうになったっていうんでちょっと、まあ、大丈夫かっていう話になったんですよね、これ。まあ、でも朝日と毎日だったら同じようなもん、まあそうなんですよね、まあ、そういうそういうことはあるんですよ、あるんですけど、ただそれがですよ、はい、一気に止めれるっていうになったら、うん、これはちょっと大きなインパクトもでかいですしということで、うん、でまあ、あと情報がね、まあ、盗まれちゃうっていうのは、まあ、その朝日毎日の中にも両親ね両親って言い方おかしいですけど、まあ、それなりにちゃんとこう何ですか、それなりにそう心意気を持ってね、やってらっしゃる方もいらっしゃるとおいおいってことになるかなっていう、まあもちろんそうなんですよ、やっぱダメなんですよ、インフラをやられるっていうのは、これはもう意識しなきゃいけない。でね、これも一つインベージョンしようとしてきてるわけですよ、はい、こういう形 で、はい、で土地いっぱい買ったりもずっと言ってますね、はいはい、でね僕ちょっと注目したのがね、はい、ハウステンボス、おー、はいはいはい、ちょっと前に香港の、はい、あの企業がですね、なんか PAG ってやつですね、はいはい、が買うと、はい、これやばいんじゃないかと、あら、そもそも今カジノの構想でちょっと、はい、あの辺はちょっと注目されてはいるんですよね。いまだにちょっとね、くすぶってるんですよ、長崎やるんじゃないかなみたいな、カジノ IR、はいはい、で今回の買収も実は長崎の行政側は知らなかったっていう話だったんです、最初。だからまあこれだからサイレントですよね、知らん、わーっと来てる。で問題は自衛隊の基地と米軍基地があるんですよ、佐世保。佐世保ありますね、はい、でもっと問題はマリーナがあるんですよね。あ、ありますね。海とつながって、はいはい、で、あそこから偵察できるらしいんですよ。出た。いやいや本当に。マジっすか。そうなんですよ。で、自衛隊も米軍もそれ措置できないんじゃないかと、うん。本当にあそこ買われてしまってそういうふうに利用されるってことになれば、だからこれを食い止めなきゃいけないって話になって、はい、今ちょっと大きな問題にはまあなってるんですよね。でこれ九州ちょっと最近やばくてですね、実は。あれ、そうなんですか。そうなんですよ、台湾の半導体企業も来るんですよね。ああ、 TSMC、 はい、はい、大きいの来るんですよ、はい、で従業員も1万人とか2万人とかそんなにやってるんですけど、もしかしたらもっと増えるかもしれないです。っていうのはもうちょっと新しい技術入れるかもしれないと言ってるんで、はいはいはい、そうなってくると職員も増える、はい、そうそう、その周辺にご飯食べさせたりする場所も増えると、はいはい、いうことは娯楽施設も必要になる、はい、っていうのでいろんなことがこうなるわけですよ。でそうなってくるともうそこに今入り込もうとしてるっていうのは公安関係の人たちもちょっと警戒してるんですよね。中国企業が例えば寮とかの建築に関わってくる、はい、すると中国は今半導体の技術欲しいんで人材欲しい、じゃあ誰が住んでるんだ、
そういう情報からまず吸い上げられるし、はい、でもちろん TSMC のその関係者、うん、で誰が出入りするのか、うん、そういうの全部管理できるっていうことで、ちょっとそこもやばいんじゃないかと言われてるわけですよ。でハウステンボスはもっとやばくて、もっとやばい、あなんで娯楽施設ですよ、はい、だから例えばじゃあ米軍の人とかね、陽気な人多いんですよ。そしたらハウステンボスはじゃあもうちょっと割引券、あもう地元の自衛隊と、はい、あの米軍にはとかってやって、はい、でそういう人たちにじゃあ登録してくださいよって名前書かせて、はいはいはい、あ情報をガンガン吸い上げる、スマホ持って遊びに来る、うん、登録させる。ちょっとね九州大丈夫かっていうね、気をつけなきゃやばいですよって話になったんですよ。なんか法律でできないんですか。一応ねあれなんですよ、そのこれがまたねあれなんですよ、一応あの普通にその土地は買えないっていう形で、土地は買えないですよね、1キロだけですね、はい、でこれやっとやったんですけど、はい、1キロだけですから、あ、まあ、今の技術を持ってすれば、はいはい、1キロより外に立って全然監視はできますし、マリーナとか絡んでくると当然海側から行けるわけで、ちょっとぼやかしながら来てるので、ちょっと分かりにくい子会社の子会社とかが来るとか、はいはいはい、もう香港は完全に信用できないですか。完全そうですね。僕の知り合いでも、まあ、香港行けないっていう人多いですよ。山本さんも行けないし、ね、山本多分行けないと思うんですね。行ったら捕まっちゃう。捕まるですよね多分。捕まら、うん、香港もマカオも行けないってことですよね。そうですよね、行かない方がいいと思いますよね。一緒だと思いますもんね。だからそのアメリカの知り合いなんかもそうですよね。やっぱりなかなかちょっと香港も警戒必要ですよねっていう感じになってますよね今。じゃあ香港の企業って言っても実質もう、もう中国本土、中国本土のもあれってことですよね。僕の知り合いもあの大学教授やってました香港で、まあ見事に留学しましたねカナダに、で一応席は大学に置いてるんですけど、もう受け入れ側も香港ならしょうがないということで、本当にあの寛大にやるので、はいはい、多分もうそのまま移住するんじゃないかと。地元の記者もイギリスに亡命というか、まああれしましたし、まあ、イギリスはいらっしゃいってなって、ね、いらっしゃいっていうのがあったんで、それに乗っかっていってますし、うん、僕知ってる人だからもう香港はあんまいなくなっちゃいましたね、はい、皆さん出ちゃう、出てっちゃう。なんかうまくできないですか、中国人買うの禁止みたいな何ですか土地を全部企業もそうなんですよね、なかなかそれができないんですよね国っていうことで。ただまあすごく審査厳しくするとか、うん、いやそういうことじゃないですか、うん、だからそういうのやっていくしかないと思うんですよね。ただ日本の場合はその中国捨てれないわけですよ、日本はやっぱりどうしても、うん、それはビジネスの面もあるし、アメリカのように中国を完全に蹴散らすことはできないと、まあ、アメリカだってすごい依存してるんですけど、日本としては立場難しいんですよね。